原理日本創刊号の表紙、昭和9年原理日本社は、戦前日本の右翼団体。原理日本社の起源は、昭和2年に4月に発足した、右翼系思想運動を旨とする、慶應義塾大学の研究会、慶應義塾精神科学研究会及び、親鸞を崇敬する、科学結社、人生と表現者である。責任者は、慶應義塾大学文学部予科の教授である、蓑田宗樹。研究会の活動は、総合研究と特殊研究の二つからなり、上野直明、精神科学の基本問題とヴィルヘルム・ブント、民族精神の諸問題を講義のテキストに使用した。当時の慶應義塾にはこの他にも、国防研究会や、市政会といった、右翼系思想の学生団体が乱立していたが、蓑田の主催する、原理日本社はその姉妹団体の中核をなし、月刊機関誌の原理日本が会員には無償配布された。昭和4年には、慶大の研究会と共催して、全国各地を講演旅行した。大正14年11月5日に、すでに活動していた原理日本社は、超国家主義を標榜し、昭和9年に原理日本創刊号にて、会の正式なよろしこと及び、党の総量を発表した。中心人物は、三井講師、松田福松、河合定一、吉田洋三、若宮宇之助、佐藤通二、新刊正国、加藤茂。昭和9年から1年間、本社とは別に、若宮宇之助が主筆を務めた日本新聞社内に、原理日本社事務所を構え、顧問には、茅場群三、荒木貞夫が就任した。特に、行動家人として知られる三井講師はかねてから、帝大専科教授排撃、帝大法学部を閉鎖すべしの声を上げていた。これは主に帝国大学に在籍する、マルクス主義学者や自由主義的な学者を糾弾し、昭和戦前期の学問、言論弾圧の先兵となった。その最初の犠牲に供されたのが、京大の立川幸俊であった。原理日本社の一派が、国粋主義に徹していたことは、天皇絶対論を唱える、帝国陸軍の行動派に歓迎され、正木仁三郎大将や柳川平助中将らに支持されて、バックボーンとなる。原理日本社の言論活動や政治活動は、政府や官吏にも大きな影響を与え、以降は文部行政や大学自治を含めた社会が蓑田化したことで、蓑田と原理日本社を排除する存在が排除の対象となるといった状態になった。その思想的な影響は、旧制高校にも及んでいた。やがて、蓑田が慶大教授を退職すると、河合定一が会長職を継ぎ、新たなる活動を開始した。しかし、大政翼賛会発足による政党消滅により、立憲民政党など、批判の対象が失われたことから次第に活動は停滞していく。太平洋戦争勃発後は、蓑田の病状悪化による院政や徴兵などによる人材不定、紙などの物資不足により、原理日本も次第に出版が滞り、ついに原理日本は1944年1月1日刊行の185号で事実上休刊した。そして1945年の終戦後、原理日本社は他の右翼団体と共に占領軍により解散させられ、三井ら関係者は公職追放された。蓑田も失意のうちに翌1946年に自ら命を絶った。ありがとうございます。